オディジェスターセラです。さあ上海ナイトツアー、3つ目はここ、ファンタジーランド、ね、上海ナイトファンタジーランドでございます。基本的に照明は落とし気味ですこの雰囲気を映るかな、もろもろちょっとこれ上海のファンタジーランドはなんとも暗いですな、うん、まあまあまあね、トゥモローランドが明るすぎっていうところもあるとは思いますが、あとね、まあなんだろう、こうパーク上海パークぶらつく動画をまあ、今月ねすげえいっぱい VR でアップロードしてますけど、あのね見ててわかると思うんですけど、空間が贅沢に使われてるよね。すごい空間余ってるよねこれから多分ねもっといっぱいいろいろ空間を利用してできるんじゃないかなと思われますね。はい、こっち側ってあんまりパッとしねえな、なんかファンタジーランド微妙だな。やっぱねアトラクションの絶対数もやっぱ東京ディズニーランドに比べて少ないのかな、絶対数の感じでは少ないよね、うん、細かいところまで含めても多分東京より少なく、かつその状態で東京より広大な土地になってますから、どうしたってね密度はスカスカになるよね、そりゃそりゃね、東京、まあ、東京の密度が濃すぎっていうのもあるけどね。まあまあまあそんなところですして、この辺ようやくファンタジーランドのいい感じの感じになってきたんじゃないのこれ。正面に見えるくるくる回るやつはティーパーティーではございませんアリスのティーパーティーではございません、まあ、昼間の動画もねアップロードしたあるんで、そっち見た方はもう分かってると思いますけども、あれはプーさんの、ハニーポットスピンっていうやつです。プーさんの蜂蜜の壺に乗ってぐるぐる回ります。やってることはアリスのティーパーティーと何ら変わりはございません。でその奥に、プーさんのハニーハントの互換品があるんですね、厳密に言うとハニーハントではないんですけど、それっぽいやつがあります、はい、で以前挙げたこの上海ファンタジーランド昼間歩いた動画はここでね、100エーカーの森の方に入っていってプーさんの、お土産屋さん見て終わりになっちゃいましたけども、今回夜なんでね、もうちょっと先まで行ってみます、はい、この7人の小人のマイントレインのところまでちょっと足を伸ばしてみようかなと思っております、うん、そうあのね上海ディズニーランドにはマウンテンがないんですよ、ね、東京ディズニーランドだったら、スペースマウンテン、ビッグサンダーマウンテン、スプラッシュマウンテンっていうスリーマウンテンがあるじゃないですか。で全世界どこのパークにもマウンテンあるんですけど、上海はねマウンテンないんですよ。代わりにこの7人の小人のマイントレインっていうのがあると、ね、マイントレインの出発だっつってね、それ言うかどうか分かりませんけど、まあ、今回乗ってないんで次回以降に、楽しみを持っておきますね。これ大人気なんですよ。ファストパスもね割とあっという間になくなりました、ね、この夜のこの時間でもスタンバイ45分待ちシングルライダーはやってないっていう状況、ね、シングルライダーやったらいいのに、はい、とりあえずファンタジーはまあこんなとこですかね。この後はこのお城に行ってみようと思います。それではまた明日お会いしましょう。さよなら。